本願寺名古屋別院は、愛知県名古屋市中区門前町にある浄土、新州本願寺派の寺院。新州大谷派の東別院に対して西別院と通称される。伊勢国長島杉江に創建された岩生寺が断絶した後、本願寺第十一世宗主の権女が織田信夫に願い出て、清須の地に、 岩礁寺を再興するが、名古屋城追記による、慶長十四年の清洲越しで、清洲城下が丸ごと名古屋に移った際に、それに伴って現在地へ移転した。だが、長島、桑名の門徒が桑名への移転を凍ていたこともあって、岩礁寺は、慶長二十年までに、伊勢国桑名に寺本を移転し、同時に長島と松坂に通寺を設けた。この時に、旧名古屋岩礁寺は、 ク名ナ岩章寺の通寺とされた。聖徳十四年、ク名ナ岩章寺住職、タクウケが新州高田派に転派したことで起きた門との混乱により、同時と三つの通寺は江戸幕府に没収された。が、教法二年のタクウケの追放により、幕府より返却される。そして、名古屋の岩章寺通寺は、西本願寺の末寺となり、名古屋御坊と呼ばれるようになる。 翌年以降は、本願寺門主が名目上の住職となって、臨番制で守護役を置くことになった。尾張徳川家三代藩主、徳川綱成の側室、梅正院は、本願寺との縁が深く、教法15年に亡くなった際には、お玉屋が建て祀られ、次女21人の墓もその周りに置かれた。また、文化14年には、葛飾北斎が境内に置いて、 120条時期の紙に大ダルマを描く工業を行った記録が残されている。絵そのものは繊細で失われた。ありがとうございます。